飯能市役所インフォメーションをお送りします。7月15日16日の2日間飯能夏祭りが開催されました。暑い中でもたくさんの人でにぎわい、大変白熱した夏祭りとなりました。今年の飯能夏祭りも10代の底抜け屋台や神輿が祇園囃子とともに繰り出し、街を練り歩く姿は勇壮で、各所で行われた引き合わせは底抜け屋台が揃い迫力満点でした。飯能夏祭りで活躍する底抜け屋台の最大の特徴は床板が張られていないことです。そのため林型は屋台内側で立って歩きながら演奏します。また市松模様の油障子で飾った屋根近くが朝顔の開花した形になっているのも特徴的です。このような珍しい構造の底抜け屋台は江戸文化の名残を遠く奥武蔵の地で現在に伝える貴重な民族文化財です。貴重な底抜け屋台を見に来年の夏祭りにもぜひ足をお運びください。飯能市で一緒に働いてくださる職員を募集しています。幅広い年齢層、さまざまな職種で募集していますので、飯能市に興味がある方はぜひご応募ください。募集職種は事務職、学芸員、保健師、保育士、技術職土木、技術職電気、技術職機械の7職種です。事務職の募集概要は次の通りです。学芸員の募集概要は次の通りです。保健師の募集概要は次の通りです。保育士の募集概要は次の通りです。技術職土木の募集概要は次の通りです。技術職電気の募集概要は次の通りです。技術職機械は次の通りです。試験受付は7月27日木曜日、28日金曜日、29日土曜日で、時間は9時から16時です。受付場所は飯能市役所本庁舎別館2階会議室です。申込書受付時に面接試験を行いますので、応募者本人が持参してください。試験案内は市ホームページでダウンロードでき、職員課でも配布しています。詳細などお問い合わせは職員課へご連絡ください。たくさんのご応募をお待ちしています。避難情報の名称が変更されました。自然災害時は自らの判断で避難行動を取ることが大切です。あらかじめ避難場所はどこなのか等を確認しておき、避難行動について考えてみましょう。平成28年台風第10号による水害では死者・行方不明者27人が発生すると、東北・北海道の各地で甚大な被害が発生し、とりわけ高齢者の被災が相次ぎました。避難準備情報の名称は、高齢者等が避難を開始する段階であるということを明確にするため、避難準備情報を避難準備・高齢者等避難開始に名称変更しました。避難準備・高齢者等避難開始の段階では、高齢者・障害者・乳幼児等避難に時間を要する方とその支援者は避難を開始してください。それ以外の方は避難の準備を整えてください。次に避難勧告の段階では、速やかに避難を開始してください。避難指示・緊急の段階では、緊急に避難をしましょう。また避難勧告・避難指示・緊急の場合も、外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、
近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。危険度は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示・緊急の順で高くなりますが、必ずしもこの順番で発令されるとは限らないのでご注意ください。災害時の避難に関するお問い合わせは危機管理室へお願いします。がん検診の電話予約のご案内です。ご自身のためにもご家族のためにも定期的にがん検診を受診しましょう。医療機関検診の予約は12月28日木曜日までに健康づくり支援課へご連絡ください。検診場所は市の指定する医療機関で、検診の期間は平成30年2月28日までです。また医療機関検診は定員に達し次第受付を終了します。検診内容、対象、費用はご覧の通りです。次に9月・10月の集団検診についてご案内します。予約開始日は8月2日水曜日で、予約の際は健康づくり支援課予約専用番号へお電話ください。胃がんの集団検診は40歳以上が対象で、費用は500円、検査内容は胃部のデジタル撮影です。肺がん・結核の集団検診は40歳以上を対象に、費用200円で胸部デジタル撮影を行います。大腸がんの集団検診は40歳以上を対象に、費用300円で便潜血検査2日法を実施します。乳がんの集団検診は30歳以上の女性のみが対象で、費用600円で視触診マンモグラフィーを実施します。検診場所とスケジュールはご覧の通りです。10月4日に三杉台地区行政センターで実施する胃がん検診はすでに受付を終了していますのでご注意ください。がん検診電話予約に関するお問い合わせは健康づくり支援課へお願いします。8月5日土曜日、飯能河原で飯能納涼花火大会とちびっこ金魚すくい大会が行われます。飯能の夏の風物詩をお楽しみください。飯能納涼花火大会は飯能の夏の夜空を彩る一大イベントです。開催時間は19時20分から20時30分で、飯能河原を会場に1000発の花火が打ち上げられます。当日は大切な人にメッセージを伝えて花火を打ち上げるメッセージ花火や、音楽とともに夜空を彩るミュージック花火を打ち上げる予定です。市街地の眺めのいい場所からもご覧いただけますので、どうぞお楽しみください。ちびっこ金魚すくい大会は13時から飯能河原で開催され、受付時間は12時から12時50分です。3歳以上小学生以下の子どもを対象に行います。費用は300円で網は用意しています。当日は金魚を入れる容器をお持ちください。また日差し対策に帽子と革の中でも脱げない靴を着用してください。たくさんのご参加をお待ちしています。飯能納涼花火大会、ちびっこ金魚すくい大会に関するお問い合わせは奥武蔵飯能観光協会へお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。